皆さんこんにちは。今日はポーランドの昼食についてお話ししたいと思います。ポーランドでは日曜日午前中に教会のミサに行き、その後で家族やお客さんをお招きして日曜の昼食をとります。ここサイレジア地方では肉巻き、ロラーダという名前の肉巻きとロスという名前のチキンスープ、それに肉じゃないですね、じゃがいもで作ったクルスキシュロンスキというじゃがいも団子、それと赤キャベツ、カプスタモードラ、これはシレジア地方の方言です、カプスタモードラ、それかカプスタチェルボーネというものを出します。昨日は私は先生の家にお邪魔して昼食をご馳走になりました。先生はとても美食家なので、昨日は鴨を4キロ半も農家に買い付けに行き、4時間半かけて焼きました。1キロあたり1時間焼かないといけないので、4キロ半で4時間半です。先生はそれを朝からやっていました。それとだいたい100個くらいのじゃがいも団子を作っていました。デザートにはケシの実を使ったケーキが出てきました。これはとても面白いもので、ケシの実がスポンジに練り込まれていて、その後少しハウバ、ごま、きなこ棒のようなものが挟まれていました。上はチョコレートでコーティングされていて、これは先生のオリジナルのレシピでした。このようにしてみんなで集まって昼食を共にします。